中国共産党の孫春蘭副総理と上海市衛生健康委員会の関係者はこのほど、感染は減少傾向にあり、ゼロという目標はすぐそこにあると述べました。しかし、19日夜から20日未明にかけて、上海市全体の道路が突然、鉄条網で封鎖され、同時に歩道も封鎖されました。 上海市衛生健康委員会の五官誘氏は20日、感染状況を説明するための記者会見で、ここ数日、感染は減少傾向にあり、1日あたりの新規感染者100例以上の町や外区が3日連続で減少し、コミュニティでの感染拡大が効果的に抑制されていると明らかにしました。しかし、19日夜から20日未明にかけて、歩道新区や補正区などのほとんどの道路が突然、 鉄条網で封鎖されましたラジオフリーアジア21日の報道によると、上海市民康区の住民のフーさんは、孫春蘭副総理と上海市当局が、すでに貿易の効果があったと主張したにもかかわらず、上海の多くの地域が突然閉鎖された。これは非常に奇妙な動きだ。これでは市民の封鎖解除への望みが、再び叶わなくなると述べました。フーさんは、 今はパトカーでさえも出られなくて、武装警察も動けない。これは不思議だ、貿易しているようには思えない、鉄条網の支柱は道路のところまで撃たれた、それにこれは市全体が統一した行動で、一夜にして完成している。不区、貧港区、家庭区の道路は、すべて閉鎖された、党、政府機関の道だけが、閉鎖されていないと述べました。 3月28日に付設された鉄条網フェンスが真新しい鉄条網にとって変わられたと話しましたこれに対し中国共産党の公式はまだ何も説明していません上海市民の中にはこの動きは異様であり貿易とは違うという声もありました